梓みちよは、日本の歌手、女優。本名、林美千代。血液型は、O型。株式会社アラベスク所属で株式会社プロダクション、オギと、業務提携。日本統治下の朝鮮釜山市生まれ福岡県福岡市、博多区出身。福岡女学院中学校、高等学校2年中退。宝塚音楽学校中退。1960年代から1970年代を中心にヒットを飛ばした。アメリカンポップスから歌謡曲まで幅広いレパートリーを持つ。1960年、福岡女学院高校2年中退で宝塚音楽学校に入学。同校在学中に渡辺プロダクションのオーディションに応募し合格し、上京し契約する。約1年間のレッスンを経て、1962年に、ボサノバ娘のキャッチフレーズで、キングレコードより、ボッサノバで、キッスでデビューし、歌手として、本格的に活動を始める。芸名の名付け親は、渡辺プロダクション創業者の渡辺進。梓由美のようにしなやかで強くなってほしいの意味で、名付けられたという。1963年7月、夢で会いましょうの今月の歌として発表された、こんにちは赤ちゃんが大ヒットとなり、同年12月の第5回日本レコード大賞の大賞を受賞。また、第14回 NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たし、人気歌手としての地位を得た。また同曲は、翌1964年3月の第36回選抜高校野球大会の開会式入場行進曲に採用された。さらには1964年5月に東京都文京区の椿山荘で開かれた学習院初等科同窓会に招待されて昭和天皇の御前でこの歌を披露した。明治時代以降において日本芸能開発の展覧歌謡曲となる。しかしその後は歌手として人気が一時低迷。1969年の第20回 NHK 紅白歌合戦まで7年連続出場していた紅白歌合戦も翌1970年に落選、1973年まで4年間出演できなかった。1971年に俳優の和田浩二と結婚したが、翌1972年に離婚している。1974年には床に座り込んで歌う二人でお酒をが久々に大ヒット。同曲で第5回日本歌謡大賞、放送音楽賞、同年末の第16回日本レコード大賞、大衆賞をそれぞれ受賞し、また第25回 NHK 紅白歌合戦にも5年ぶり8回目の復帰出場を果たし、イメージチェンジを成功させた。一方、1971年7月から1978年2月まで、新婚さんいらっしゃいの2代目アシスタントを務めていた。1975年末の第26回 NHK 紅白歌合戦は、第二次世界大戦中に流行した、ドイツの歌謡曲、リリー・マルレーンを日本語詞で歌唱。1976年は、メランコリーが、翌1977年にかけてロングヒット。同曲で1976年末に第18回日本レコード大賞、編曲賞を受賞し、第27回 NHK 紅白歌合戦に3年連続で出演した。1979年、レコード会社を CBS ソニーに移籍。同年日本専売公社、パートナーのCM ソングに採用された、よろしかったらが、スマッシュヒット。1982年、前年の1981年5月に37歳の若さで急逝した、シンガーソングライター、大塚博史堂のトマトジュースで追い返すの会をカバーした。1992年には、第43回 NHK 紅白歌合戦に16年ぶり11回目の紅白カムバック出場を果たし、同1992年6月に亡くなった作曲家中村八大を偲んで、こんにちは赤ちゃんを歌唱した。自身の持ち歌であるこんにちは赤ちゃんを長年コンサートで自分で封印し、歌わなかった。その理由は、この歌は今、私にとって重すぎる。今更この歌は私には似合わないなどというものだったが、2002年の40周年記念コンサートでのアンコールの際に、初めて心からこの歌の素晴らしさを理解することができた。こんな良い歌を今まで歌わなかったのか、情けないと言い、封印を解き歌唱。2006年には、この曲は私にとって世に出してもらうきっかけであり、一番の宝物だから大切にしよう。40年かかって、そんな気持ちになれたから、アンコールの最後に、やっと歌えたんですと明かした。以後はステージでも必ず歌うようになった。こんにちは赤ちゃんの封印を解いた理由について、梓自身は、米国で日系の一世、二世の方々の前で歌った時に、皆さんが涙を流しているのを見て後悔したからとも語っていた。晩年は、良い歌は古い歌でも、後輩の歌でも関係なく歌っていきたいと、J-POP、歌謡曲から、単語、シャンソンなど幅広いジャンルの歌を歌っていた。2020年2月3日、東京都内の自宅で1月末に死去していたことが公表された。所属事務所によると、出演番組の打ち合わせで1月29日に訪れたマネージャーがベッドの上で亡くなっていた梓を見つけたという。マネージャーは警察に通報したが、事件性はなく、その場で死亡が確認された。76歳没。死因は心不全だった。2020年2月9日に BS テレ東で緊急特番ありがとう。梓みちよさんが放送された。司会は、合田道人と水原絵里。アナログ CD。ありがとうございます。